ああ、変なになっちゃった。いやー、バグったバグった。あ、できるっちゃできるか。ちょっとテロップを入れようとしたら変なになっちゃった。ちょっとお待ちくださいね。明けおめ、あ、なんかね、テロップを入れて言おうとしたらグレーの、グレーっぽくなるじゃないですか、画面全体が。そのまんまなっちゃった。まあ一回見れるし。あー、でも壇上とかが、ちょっと切ってもう一回入ってもらってもいいですか。私一回退出しちゃう、ごめんなさいね。あ、退出もできなくなりそう。ちょっと待って、やーやー、退出できない。ちょっとアプリごと消しちゃおう。ちょっと治った、大丈夫そうですか皆さん。治ったといいなー。なんか今日私あれみたい、穴番のおのちゃんみたい。はい、というわけで改めましてお待たせしました。皆さん明けましておめでとうございます。イエーイ、今年もどうぞよろしくお願いいたします。ちょっと髪ボサボサなんですけど、いやね、ついに年が明けたということで、やっぱ2021年の間にショールームやりたかったんですけど、最後もうバタバタで余裕がなくてできなかったので1月1日になってしまったのですが、ショールームできてよかったです。お疲れ様、ついにお仕事納めをしました。いやー、めっちゃ寝た今。もうね、まあこの直近で言ったらレコ大ぐらいからずっと連続っていう感じだったんですけど、レコ大やって大晦日公演やってカウントダウン TV 出て最後元日公演。わあ、すごい、なんかめっちゃ華やか。ありがとうございます。これはタワー的なやつなのかな。え、すごい、タワーの倍ぐらいしてそう。渡辺さん、ありがとうございます。ちょっと待って、ありがとうございます。リップ落ちちゃった。すんごでですね、そう、元日公演まで無事に終えて、だから昨日の夜とかも寝たのが朝の5時とかで、多分あのスタジオを出たのが深夜の3時とかかな。いや、3時もまだいたな。でもそれぐらいで急いでお風呂入ったりして5時に寝て、で朝は9時ぐらいに起きたので、そう、まあまあでも4時間、意外と4時間寝れてるんだっていう感じはあるんですけど、でも結構眠くて、元日公演終わって帰ってきてもう爆睡でしたね。すっきりした、めっちゃよく寝れました。そう、あのもう喉が終わってます。はい、え、またいっぱい来た、すごい。あ、その前にリュウさんがまずクマタワー的なやつかな、ありがとうございます、イエーイ。そしてひでちゃん、あれだ、七福神、ありがとうございます。そして浜松スポーツさんも鏡餅、ありがとうございます。ウレッティ、ゆうちゃんも声ガサガサだったって。なんかね、すっごいやっぱ冬の劇場ってめちゃくちゃ乾燥してて、
どんだけお水飲んだりとかこう龍角散舐めたりとかしてても勝てないぐらい結構ガサガサになっちゃうんですよね。いや、そもそも私はね、多分オンラインお話し会で喉を結構やってしまって、いっぱい2日間喋り通したので、そっからずっと治らず1週間経っちゃった。よかった。でももっと声出なくなったらどうしようと思ってたので、元日まで駆け抜けられてギリギリよかったです。でも龍角散の粉のやつを買って、のど飴よりも粉の方がより効くって聞いたことがあったので、それとともにもう毎日のように舐めて過ごしてました。撲退の日に買ったのかな、確かね。でも別に全然大丈夫です。ちょっとハスキーだけど気にしないでください。ああすごい増えてる。ヒーロさん、こまたわー、ありがとうございます。そしてソウイくん、おのみたいな花束みたいな、ありがとうございます。で、あ、マリナちゃんもありがとうございます。お、いつまで番長 TM ちゃん、イコラブさん、鏡餅ありがとうございます。お祝い、新年のお祝い、お年玉たくさんありがとうございます。さあ何を話そうかな。やっぱね、この年末年始の話とかいろいろしたいなと思うんですけれども、でも私的には撲退から結構ずっと駆け抜けれたなっていう感じで、撲退の話もまだあんまちゃんとしてないしね。お年玉ね、元日公演ね、もらっちゃいました。僕隊はまあメールとかでも書いたり MC でも話したりしたんですけど、まあ、とにかく前から出たかった公演で、絶対いつか出たいとは思ってたんですけど、やっぱしーちゃんがもう卒業しちゃうってことで、しーちゃんと通常公演に出れるチャンスがもう最後っていう風に聞いたので、その日どうしても出たくて、で結構しーちゃんも出てほしいって言ってくれて覚えたんですけれども、そう、何の話しようとしたか忘れちゃった。私の頭の思考回路が止まるとともにコメント欄も止まってしまった。僕隊めっちゃ楽しかったです。とにかくなんかほんと新鮮で、またチーム A の声は結構クールな曲とかも多い分、なんだろう、そんな青春っていうよりは大人っぽい公演だと思うんですけど、久しぶりにこういう青春キラキラな公演やって、しかも本当にファンの時からずっと聴いてた曲ばっかりで、振り付けもなんとなく全部見覚えあるみたいなだったので、それを自分が踊ってあの衣装着て公演出てるのがもう嬉しすぎてめっちゃ楽しかったです。今年も木隊いっぱい出れたらいいなって思ってます。そう、しかもね、そう、茂木さんもその日出てて、茂木さんと結構絡むね場所が多いんですよ。だからずっと遊んでました。って感じで、まあこれどんどん一個ずついかないと話足りなくなっちゃう、時間が。でそっからのM ステクリスマススペシャルですかね、出演させていただきまして、 M ステもうやばい、だんだん1週間前のことなのに記憶がどんどん薄れ始めてるから、カメラロールを見て思い出そう。13期公演もエモかったな。卒業生の皆さんとも会えました。あ、そうじゃん、 M ステはもうシリフレの皆さんとコラボですよ。
すごいなんかまたレコ大とは違った意味で集大成というか、やっぱどこかの歌番組でシリフレの皆さんとは出たいなってすごい思ってたので、しかもそれがね昔共演した M ステっていうのがもうめちゃくちゃいい話。でした。すごい高校生のみんなとも話せて楽しかったです。声やばいでもお正月声使うことないからいいや、どうなっても。ねえ、もう昔共演したっていうのは今の時代のシリフレさんではなく、ジャーバージャの頃3年前ぐらいの時のシリフレさんと M ステで共演したことがあって、その時のキャプテンとエースの2人が今ルーマーをアシスタントで教えてくれてたティアラさんとアンピさんっていう激エモ話。すごいよね。ジャーバージョンの時私もいましたね。うん、そしてそう、お話し会も2日間やって喉が無事終了して、でもすごい楽しかったです。みんなめっちゃクリスマスな感じだった、ファンの皆さんも。ああ、そう、エビ中のコンサート見に行ったんですよ、次の日。もうめっちゃ楽しかった、未だに余韻が抜けなくて、もう毎日エビ中の曲聴きながらまたお仕事に行ったり帰ったりしてます。ファミリーコンプレックスって曲が1曲目にあったんですけど、もともと曲はなあのよく聴いてたんですけど、生で聴いたらめっちゃ楽しすぎて毎日聴いてます。そっからライブが盛り上がる曲、もうライブ専用みたいな曲が多くて羨ましい。しかもさ、ちょっと話飛ぶんですけど、桃色紅白さん、ももクロさんがやられているイベントで、ネマーモルーマーを、皆さん他のアイドルの方々が踊ってくださったみたいで、めっちゃ嬉しくて、なんか事前に曲名だけ出てたんですよね、多分この桃色紅白で合ってますか、そうですよね、桃色歌合戦か、桃色紅白ってもういろいろ矛盾してるもんね、混ざっちゃったみたいな。桃色歌合戦でそう歌う曲の一覧が先に出てて、それをエリーが教えてくれて、その一覧にネモモルーマ入ってますよみたいな、明日多分踊りますよ誰かみたいなって言ってて、出演メンバーの中にもエビチューさんいたので、エビチューさんの誰か踊ってくださったらめっちゃ私的にテンション上がるなって思ってたら、その後また次のヘイリーからすぐ LINE 来て、このメンバーだったみたいですってなんか送ってくれて、なんとエビチューさん、あの柏木ひなたさんが戻ってくださってました。嬉しすぎる。そう、アーリンさんがセンターで、ひなたちゃんが横結いポジかな。そう、もうエリーね、アイドルトーク仲間です。あと桜木ココナちゃんっていうエビ中の新メンバーの子も、そのルーマーの多分16人で踊ってくださったのかな、その中に入ってて、あのコンサート見た時に新メンバーが3人いたんですけど、ココナちゃんはすごいもう新メンバーとは思えないぐらいなんか堂々としてるし、エビ中もなんか貫禄がすごいあって、めっちゃエビチューって感じだったので、すごい印象残ってて踊ってもらえて嬉しかったですすいません。それ 今ね、一旦ねエビチューの話をしてるだけなんで、こっから AKB の話いっぱいするんで一瞬許してくださいでもやっぱアイドルというのは素晴らしいなって改めて思って、自分たちも東京ガーデンシアターでコンサート2月にあるので頑張ろうって思いました。客席からどう見えてるかとかもすごい分かりました。
って感じで、そこからの、あ、もうしーちゃんの卒業公演だねー、すごい寂しいですけれども、ユニットジレンマとスカヒラ歌いました。なんか表面張力しーちゃんが踊っててね、前にやったことあるからかと思ったら本当にこれのために覚えたって言ってて、すごい最後にやりたかったユニット曲とかもいっぱいしーちゃんが入れてたみたいで素敵でした。ドレスも綺麗だったし、しーちゃん、あ、そうそうそう、私のポジションでしたね、表面張力は。本当に誰よりも人柄が良いしーちゃん、みんなに愛されてて素敵でした。ちょっともうこのストローでなんだか分かっちゃうっていうね。あ、そうなんですよ、しーちゃんとゆうちゃんと3人でもんじゃにちょっと前に行ったんです、実は。そこでさらに仲良くなって、でその時に卒業公演ね、出れたら出てほしいっていう風に言ってくださって、まさか出れると思わなかったのですごい嬉しかったです。あ、バレてる。何でしょう、何飲んでるでしょう。そうね、ミラクル9とかも一緒にこう出てくださった時にすごい優しくしてくださったので、もう実はめちゃくちゃお世話になってる先輩でございました。お、会ってる人いる、アイスティーです。なんで知ってんの、すごい。前言ったことあるか、いつもあの、はい、アイスティーを飲みます。もともとさ、めっちゃ紅茶苦手で、パパが超紅茶好きなんですけど、私は全然興味ないと思ってたら、なんか大人になったらどんどん紅茶、アイスティーが好きになってっちゃって怖いです。お母さんはブラックコーヒーがすごい好きみたいなので、私もいずれコーヒーを飲むようになるでしょう。待って、タワー読むのすっかり忘れてた。おお、いっぱいあるぞ、ちょっと待って、ちょっと途中からなっちゃうかもしれないんですけど一旦読みますね。あさっちさん、ありがとうございます。こんくみさん、ありがとうございます。あけおめ、あけおめ。まっこぶーさん、ありがとう、あけおめ。お、ゆうくまくん、ありがとう、あけおめ。ちょっと待って、読みそびれてるのありそうなのでこっちでも確認します。お、つよっぴー、つよっぴーもかな、きっと合ってるはず。ありがとう、明けおめ。あれ、すごい、あ、こっからだ。マー君、ありがとうございます、明けおめ。あ、出る、ちょっと待って、くしゃみでそう。はい、失礼しました。滑った。あと、まあ、こんちゃーさんも、これはクマタワーかな、ありがとうございます、あけおめ。てっちゃん、ありがとうございます、あけおめって感じでしょうか。読み
落としてるのあったら教えてください。クシャオン、え、絶対可愛くなかったよ今の。って感じで、まあしーちゃん卒業声もあり、ちょっと途中から思い出したらまた話しますね。でもね、こっからがね、年末でしたね。この28日から実はもう元旦まで毎日ルーマー踊ってました。5日連続ルーマーでした。この卒業公演終わった後にカウントダウン TV のリハに行って、そして次の日はレコ隊のリハをさせていただき、次の日はレコ隊本番、そして大晦日公演カウントダウン TV、 そして今日という、いやめちゃくちゃありがたいですし、なんかやっぱ年末年始こういうスケジュールだと、あー AKB だなーって、 AKB やれてるなーって思って、すごい幸せです。私なんか今年カウントダウンも結構2回、ゼロ時代と2時代どっちも出させてもらったので、すごい今までの中でも深夜まで TBS に多分いたので、それがより充実感がありました。いや、そしてね、もうね、カウントダウンはね、もぎさんが出演しました。もう本当に嬉しかった、もぎさん、うん、嬉しい、嬉しすぎる。いや、なんかね、最初はもぎさんがなんか私カウントダウン TV 出るらしいみたいな急に言ってきて、みたいな、すごいやみたいなこと言ってたら、そう本当に自分たちのとこにもその資料に名前がもぎさん書いてあって、もうそれだけで本当に嬉しかったし、でもやっぱ歌番組ってそのカメラに抜かれるタイミングとかもあるから、そうもぎさんいっぱい映ってほしいなって思ったら、すごいいっぱい映ってて、多分もうめっちゃ目立ってたんじゃないかと私は勝手に思ってます。誰って感じなんだけど、本当に嬉しかった。しかもヘビロテのね、立ち位置がユーナムギを横並びで2列目にいて、なんかもう本当にいいんですかっていうぐらい、誰かね、そこのポジションに入れてくれた大人の方に大感謝です。なんかでも、あの沼にハマって聞いてみたで、まさかのユナモギョンが1位で、もうそれも本当に泣いちゃうぐらい嬉しかったし、なんかそれのご褒美的なことでもあるのかなって勝手な解釈なんですけど、それでユナモギョン並べてくれたのかなってちょっと思いながら、もっと YouTube マジで頑張ろうって思いました。そう、ユーナー新芽、モギヨン新芽だったの。うん、嬉しい。なんかでもね、そう、あんまりユーナーモギヨン、ユーナーモギヨンばっかり言うのも良くないなっていうのもすごい分かってるし、私も総監督なので、ね、一人のメンバーに対してすごい喜ぶとかもね、本当は多分良くないっていうのも分かってるんですけど、やっぱちょっとこの日だけは、本日だけは喜ばせていただきたい。ありがとうございます。推しメンが歌番組に選ばれたという気持ちで今喋ってるので、仲良しというよりは推しメンとして私は今喜んでおります。マジでいい話すぎるんだな、泣いちゃったもん。ってことで、まあ予告しておきますと、もちろんカウントダウンの日も裏側撮ったので楽しみにしててください。途中で泣いてる私たちいるかもしれません。リップ塗ろう。
ね、でもなんか素敵ですよね。これもまた AKB らしいっていうか、こう長く頑張ってきた人がこうして選抜に入ったりとか、そういうのもストーリーがあって素敵だなーって思いました。丸。お兄さん泣いてたんだってね、ショールームで。かわいい。なんかもうまたすごい、もう愛おしくなってきた、お兄さんが。本当に誰という感じなんですけど。はいです。ね、あとは話を戻すと、あ、レコ大のね、話とか、新衣装の話とかもしたい。めっちゃ可愛くないですか、新衣装。ちょっと待って、その前にタワーをなんかいっぱいいただいてる気がするので読みます。あ、やっぱね、iPhone で読みますね。ここまで読んだので、流れてっちゃう。あ、流れてっちゃう。ああ、すごいすごい。ゆうへいさん、ありがとう。明けおめでーす。そして、慎太郎さん、ありがとう。明けおめでーす。お、山おじさん、ありがとう。明けおめでーす。そして、マー君、2回目、ありがとうございます。ことよろでーす。声、ないこさん、これ読み方そのままでいいのかな。ないこさん、ありがとう。明けおめでーす。イエイって感じです。いや、新衣装マジでまた私の AKB の好きな衣装が更新されてしまいました。第1位、可愛すぎる。本当にやっぱね、このルーマーでこんなね、ガーリーな衣装をね、普通、やっぱなかなか、なんて言うんですか？想像しないじゃないですか。こんなガーリーなやつで踊るなんて。でもそこをあえてこんなに真っ白で可愛い衣装にしてくださって、もうほんとお姫様で、もなあちゃんが王子すぎて、もう私ずっと王子やんって呼んでた。一番最初に王子って言ったの私だと思う。フィッティングで衣装を見た時、王子じゃんってなりましたって感じで。いや、やっぱね、最初の衣装がね、制服だったわけじゃないですか。インスタにもちょっと書いたけども。で、あの時にやっぱ私たちの中では、その7月本当に曲を初披露するぐらいの段階の時に、今までね、KB でも一番かっこいい曲が出来上がったっていうなんか感覚があったので、もっとすごいかっこいい系の野蛮な求愛とかみたいなさ、ああいうズボンでの衣装なのかなって勝手に想像してて、だから制服だった時に意外で、あ、スカートなんだみたいな。でも忍さんに話を聞いたりしたら、やっぱそう、秋元先生がその制服っていうふうに多分言ってくださって、なんだろうな、やっぱ AKB もすごいロックダンス、あの時点でもすごい頑張って作り上げたとはいえ、やっぱりプロの人にはこうまだまだ届かないぐらいのダンスだし、やっぱり AKB のいいところはその泥臭さとかがむしゃら感とかだから、その普通の女の子が一生懸命努力してあのダンスが踊れるようになったっていうところを表現したいんだっていうふうに言ってくださってたみたいで、最初は制服だったんですって。で、あれもめっちゃ可愛かったしね、一番青春感があって、あれのおかげで MV とかもすごい青春っぽかったなって思うんですけど、そっからまたちょっとみんなのダンスも上達して、それぞれの個性が出たミリタリーの衣装になって、で、最後にあの真っ白のね、衣装、ね、泣けるくない？なんか成長を認めてもらえたような感じもするし、普通の学生みたいな女の子たちが
あの夢の晴れ舞台に立てたっていう清掃というかっていうなんかストーリーが衣装だけでもこんなに含まれてるなんて勝手に考えてエモくなってたんですけども、マジで泣けました。いやね、そうで、私はなんかお話し会ぐらいの時にしのぶさんにお会いして、まだその時に多分衣装全然できてなかったと思うんですけど、あのもうちょっと前のお話し会の時ね、でなんかレコ大の衣装こういうのにしようかなって思うんだよねって、このなんか2センチ ×2 センチぐらいの布の切れ端みたいな多分サンプル用の布を見せてくださって、ちょっとミーヨンには先に見せてあげるって言って、それがあのツイードの白と水色みたいな網やみでできた布だったので、うわめっちゃ可愛いって思って勝手にネイルをそれに合わせて先にやりました。この指とかちょっとねピントが合いませんけど、こういう布の生地を見せてくれて、私は本当一瞬見ただけだったけど記憶して、ふむふむなるほどこういう感じで来るんですねと。そしたら実際出来上がった衣装を見たらもうぴったりすぎて神でした。ねえ、衣装の形とかもね本当に大きいリボンと、あと髪飾りのリボンが可愛すぎる、私のやつ本当にめちゃめちゃ大きいリボンなんですけど、やっぱあのハーフアップに後ろからこうリボンがこう見えてるのがすごいね良くて、髪型とか髪飾りは衣装さんが決めてくださったんですけど本当に嬉しかったですね。ね、衣装の形とかも本当に何だろう、ジャケットが前開いてる人もいれば閉じてる人もいたり、お腹がうっすら透けてる人と透けてない人、スカートも何だろう単純なプリーツ上からある人もいれば途中からプリーツとか、本当にいろいろなパターンがあるんですが、襟もね全然襟じゃない襟も違うけど袖もねレースの出方とか全然違うんですが、私本当に自分の衣装が一番好きです、お気に入り。ゆきりんさんもねフィッティングの YouTube でフィッティングの様子とか動画上げたい時にいつも言ってるんですけど、自分の衣装が一番可愛いと思うみたいな、でもその気持ちがすごいわかる、私も私の衣装が一番好きで、でやっぱみんながそう言えるってことは本当に一人一人に合わせて形とか体型とか骨格とか多分考えて作ってくださってるんだろうなっていう、多分みんなが同じように自分のが一番自分にぴったりだって思ってると思います。いい話しちゃったん。って感じで、でもうねレコ大の日はねもう涙腺がバグってました、もう何しても泣いちゃう。それはなんかねこれすごい前向きないい話なんですけど、自分で先に言っちゃったなんかねまあその大賞を取れなくて悔しいという気持ちももちろんありつつも、なんかもう本当にそれだけじゃなくて、全然なんか AKB がもう本当に好きすぎて、AKB が好きすぎてなんかもうね考えるだけで泣いちゃうんですよ。だからそのレコ大に立てたことも嬉しいし、なんかやっぱあのもうカメリハ前日のカメリハの時点であの生演奏の中すごい壮大な感じでルーマーを踊ってるみんなを見て、まだみんなすっぴんでね私服ですけど、それだけでうわーと思ってなんか泣けたし、限界オタクですマジでし、そうなんかやっぱルーマーのダンスってもちろん寄りで一人一人映してもらうのも嬉しいけど、引きで揃ってる感じ
を見てもらうのも嬉しかったから、レコ隊のカメラワークがすごいそれをこう理解してくださって、今までで一番なんとなく引きが多かったような気がして、しかもサイズもね、多分できる限りの尺の中で1番も2番も踊れるような尺感にしてくださってたので、みんな見せ場もあったし、なんかそういうのいろいろ考えて、周りのスタッフさんとか番組のスタッフさんとかもいろいろ考えてくださってみたいな、みんなもここまでたどり着けてみたいなこと考えてたら、なんかすごい泣けたんですけど、限界オタクなので。で次の日、まあ本番の日もう、でも本当にめっちゃ緊張したの。この話聞いてほしい。メールにも書いたんですけど、朝、まあ午前中からね、こう電車に乗って向かってる時にすごい急に胸がめっちゃざわざわしてて、ほんと怖かったんです。初めての経験でも、なんかなんだろう、本番前、ステージ出る本番前とかコンサートの直前の緊張してる時みたいなのが朝の電車であっていや、でも全然自覚がなくて、全然まださすがに緊張してないよ私って思ってたんですけど、すんごい胸がドキドキしてて、でも痛いわけでも気持ち悪いわけでもないから、多分体調が悪いわけじゃないんだよなって思ってたら、やっぱね、本番終わったらそれなくなったので、多分緊張してて朝からほんと、そこからあの出番の7時ぐらいまで結構ずっとざわざわしてたんですよ。ドキドキしてた。でもそれはなんか本当に大賞を取れるかどうかの緊張じゃなくて、なんかせっかくやっぱ半年間みんなで頑張ってきたから、その中で一番いいものを出せたらいいなというか、出せなかったらすごい悔しいし、出せたらもっといろんな人に伝わるだろうなっていう、本番うまくいきますようにっていう緊張だったんですよね。で結果的に本当に一番いいパフォーマンスがみんなできた気がするし、よかったです。悔いが本当にないです。ねえ、いやもう安住さんが優しすぎて、毎年安住さんの言葉で泣いちゃうんですけど、なんかね、そう、放送の中でも、これすごい今から裏話しますけど、わかんない、他のメンバーも言ってるかもしれないけど、ショールーム、ただね、ショールームとかで、そう、放送の中でも AKB は偉いっていう風に言ってくださって、その言葉もすごい嬉しかったですし、放送が終わった後にステージ上で司会者の皆さんからご挨拶みたいなのがやっぱあるんですよ。ね、コロナ禍で打ち上げとかももちろんないので、そのステージ上で会場で区切りをつけるんですけど、ご挨拶の時になんかすごい何々さん盛り上げてくださってありがとうございましたって、まあ、とあるアーティストのね、お一人の方に名指しでありがとうございましたって言われてて、でその後に、まあ、乃木坂46の生田さん本当にお疲れ様でしたっていうふうに声をかけられてて、もうそれはね、卒業があって10周年ですし、お疲れ様でしたと思って聞いてたら、一番最後になんか、そして AKB の皆さんって本当にかっこよかったです、お疲れ様でしたっていう風に AKB にも最後に声をかけてくださって、大号泣本当に嬉しかったです。なんかサステナブルの時もね、本当に嬉しい言葉をかけてくださったのがずっと心残ってたので、多分あの最後だって、放送じゃない時にまでそういう風に言ってくださるのが、多分もう何年後何年経ってもきっと忘れないだろうなっていう思い出になりました。
マジで安住さん推し分かる？そうっていう感じでしたね。だからまた、まあ、来年も同じステージにね立ちたいなっていう思いもありますし、さらに目指す場所がまたできた、少しでも近づけたかな、去年より近づけたかなって感じがあるので、みんなでまた今年も頑張ろうということでございました。いや、神田橋先生のインスタ見たよ。神田橋先生の文章本当にいつも感動する。なんかね、本当に AKB のことをめちゃくちゃ理解してくださって、でまだ出会ってから半年しか経ってないのに本当に全部理解してくれて、メンバー一人一人のこともちゃんと見てくださって、で答えのね時もすごい、なんだろう、最後励ましてくれたりして、振り付けの先生神田橋先生でよかったなって、出会えてよかったなって思いました。ね、いい意味でめちゃくちゃ泣いた一日でしたね。もう翌日目しっぱしっぱだった、大晦日公演の時みんなすごいね泣いてたんですけど、ゆいゆいがめっちゃ泣いてて可愛かったです。以上、ゆいゆい自分ではあんま言わなそうなので、ゆいゆいが今まで見たことないぐらい泣いてて本当に可愛かったです。っていう感じ。なんかすごい今日すごい濃い配信してる気がする、今までで一番。ギフトみーちゃんを、どこからだろう、ちょっと待ってね、この辺かな。多分ここからだ。わあ待って、福岡のスザクさんありがとうございます。明けおめ、流れが早い。つよぴー、2個目かな、あら2個目かな、ありがとうございます。ことやろ、あとはたけしさんありがとうございます。あけおめ、札幌たけちゃん見よーし、ありがとう、あけおめ。あー、どっか行っちゃったですね。すごいありがとうございます。お年玉もうあげる側の年になっちゃったよねって思うんですけど、私あげる親戚がいない。よかったよかった、よくはないか。あげてみたいですけどね。私あげたことあるっけ、一回あるかな。そう、親戚の中で下から2番目って感じなんで、一人ね自分より年下いとこでいるんですけど、その次なのでもらってばかりの、甘やかされてばかりの人生でしたが、でももうさすがにもらえないと思います多分。ね、お年玉って何歳までもらえるんだろう、もらえたんだろう。うん、そんなみんなの圧がすごいんだけども。あやな、
あやなんが欲しがってるよは一番おもろいのよ。でも今日のチーム A のあの元日公演でお年玉争奪ゲームでまさかのチーム A が勝てて優勝してお年玉ゲットしました。やったー。そう去年ももらって、でもちゃんと分けましたよマジで。去年とかも、去年何のゲームで私勝ったか全然覚えてないんだけど、あなんか AKB の曲しりとりみたいなのしたのって元旦かな、忘れちゃったんですけど、それで優勝して今年もらって、でもちょっと一人で持って帰るのめっちゃ気まずいなって思ったので、あのみんなに配りました。少しずつですが、気持ちだけですが。で今年はまあ A で勝ったので A でもちろん分けさせていただきました。いやわかる、香里ちゃんおみくじの印象が強すぎてさ、それしか覚えてないのよ。そういやあのね、そうこの話もしようと思うんだけど、マジでほとんどせいちゃんがあれ答えてたらしくて、せいちゃんすごいわって思いました。もしや私のこと一番理解してる説があります。なんか今回のゲームがキャプテンとの以心伝心ゲームで、お題に対して私がなんて答えるかをおりんとせいちゃんとぐんまりあが3人で考えて当てられるかっていうやつだったんですけど、なんか私も自分が素直に思った回答でありつつ、なんか自分らしい、私らしい、私っぽい回答をしようとはちょっと思って、やっぱあの憧れの職業はみたいな時にキャビンアテンダントさんって最初パッて出てきたんだけど、いやでも私アイドルの憧れだったし、アイドルってここは書きたいなって思って書いたら、多分そこまで汲み取ってせいちゃんが書いてくれてて、これでもあのそこまで汲み取ってくれるだろうって思って寄せたわけじゃないんですよ。私は素直に考えた結果だったんですけど、まあせいちゃんが理解しすぎてる向井地味を限界オタクせいちゃんありがとうございます。ってなると本当に新チーム A はあのなんて言うんですか、シンパシーが強すぎて、もういいチームになる感じがビシビシ出てましたね。そうね、パイオニア AKB の象徴的な曲と象徴的なメンバーはパイオニアと高見菜さんっていうのも全部当てたのよせいちゃんたちが。チーム A だけはもう全問正解で20ポイントゲットだったんですけど、やっぱね A は高見菜さんと前田さんでめっちゃ迷ったけど、やっぱ、まあ、前田さんなんか AKB 全体の象徴でもある感じ、まあ高見菜さんもそうなんだけど、やっぱここは総監督として M&S として高見菜さんの名前を書いておこうって書いときたいなって思ったら、そこまで多分察してたせいちゃんがって感じでしたね。最後マジじゃんけんとかにまでなると思わなくてそこはびっくりしたんですけど、あれでじゃんけん負けてたら私一生1年引きずってたわ。よかったです、普段じゃんけん弱い私が。チーム A ってこうやってやるんでチョキ出そうって思ったら勝てました。よかったって感じで喋ってたらもうあっという間にあと10分ですね。なんかねチーム4、あチーム4じゃない間違えました、チーム A の安定感がすごすぎて、なんか今日とかもすごい安心感が、マリアちゃんとかも同じチームは初めてなるんですけどすごい安心できるんですよね。あの17時間配信とかもねやったので一緒に、なんか信頼があって、せいちゃんとかおりんとかももう安定です。楽しみにしててください。向かいチーム A ねえあやなんちゃん、年玉の額予想やめてください。
ちなみにいくらだと思ってるんだろうな。あ、4人で分けれるぐらいみたいなヒントですかね。すごい多いとかではないですよ。そんなね、あんまり言いすぎるとあやなんちゃんもね羨ましがっちゃうと思うので、そんな全然でも少ないっていうのも、まあ、少なくはない、多く難しいですね、やめましょうえ、すごいじゃん。え、待って、予想5万、それはそんなにはさすがにそんなにねえ、それはないです。もっと全然下ですけども、まあ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 、今年もいっぱいお金の話してください今日も楽屋でしててめっちゃおもろかった。早速、あーすごい、みんな予想大会始まっちゃった。まあ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 あやなんちゃんガチで勝ちに行ってたけど、マリアちゃんとかも結構ガチで取りたいって言ってて可愛かったです。ガチガチでした。あ、1万人突破ありがとうございます。やったー。いや本当にお正月ショールームできてマジでよかった。てか起きれてよかった。このまま朝まで寝ちゃうんじゃないかって思ってたので、なんかちょうど目が覚めて1日の間にショールームできて本当によかったです。めっちゃあやなんちゃんとあれしてるじゃん、なんかなんていうの、会話してるじゃん私ショールーム越しに。じゃああやなんちゃんその予想した額だけメンバーにお年玉ください。明日からはまあ何日間かお正月休みがあるので、親戚でね、あ、親戚に会ったりとか初詣とかもね行けたらいいなという感じですが、おみくじは引きたい。日光でおみくじこの前引いた時大吉だったんで、あ、その時の写真めちゃめちゃいい写真あるんだけどまだ載せてないんですよね。お正月のふりして載せようかな。で、個体の衣装の写真とかもインスタに載せたいのいっぱい溜まってるので、まあ SNS でお正月は会いましょう。あと5分、あとマジで穴番の映画見に行きたい。真犯人フラグはまだ1月いつだっけ、9日、え、9日までないの、ショックすぎ。明日日曜だから明日から会ったらいいのに、もうあと1週間も待てません。9日まで待ちつつ穴場の映画も見つつ、あ、そう、いや奪い合いもねちゃんと見てるんですけど、ちょっと第3夜第4話がん第4夜があの本番とかリハの時間とかぶっててまだ録画してる状態なので、今日この後見ようと思います。コンフィデンスマンも映画ある、見たい、見たすぎる楽屋でお金の話してたよ、あやなんちゃん。何の話だっけな、忘れちゃった。誰か、ダーミンか誰かと、またお金の話してるって話した記憶がある。話聞きながら。ってことで、あやなんちゃんとも喋れて楽しかったです。あ、待って、最後ギフトとかちょっと読みそびれてないか。じゃあその前にまずランキングを読みます。13位、たっくんアットマーク嵐で好きな曲教えてください。むずっ一個言っていい、あのカラオケ音楽祭の時におはこのやつでラブソースイート書いてあって、ね、私の名前あって、いやでも確かにめっちゃカラオケで歌ったりね小学生とかしてたんですけど、
なんか選択肢がいっぱいあった中で5個ぐらい選んだやつの中にラブソースイートもあって、まあそれが一番っていうわけではないんですけれども、ラブソースイートはすごい昔から好きです。はい。お箱はプリテンダーですもん私。で、あと奇跡ね。12位リュウさん、11位札幌だけちゃんミーヨン推しさん、10位ヒデちゃんさん、9位ハムハムさん、8位ヒーロさん、7位渡辺さん、6位ナイコさん、5位マー君さん、4位つよぴーさん、3位たけしさん、2位慎太郎さん、1位山おじさん、そしてお29位ゆうやくん、ありがとうございます。ギフトの読み忘れがないか急いで確認したい。あこれ、あたっくん、さっきのたっくんタワーもくれてた、ありがとうございます。慎太郎さんも2本目かな、ありがとうございます。あ、たけしさん2本目ありがとう、やたろうさんもありがとう、最後にめっちゃ来てた、たけいさんありがとう、ヒーロさんも多分これ読んでないかな、ありがとうございます。あ、この辺ぐらいまでかな、たばってるはず。じゃああと2分でみんなスクショしてください。あ、年女だよ、29は私のラッキーナンバー、29日生まれなので29位も毎回読んでます。2022、あやなんちゃんごめんね、大好きだよ。これも可愛いよね、トラ切れちゃうかな、これしながら。皆さんありがとうございました。今年もよろしくお願いします。バイバイね。まだ終わらない、あと何秒。ありがとう、ありがとう、バイバイ。